ジャガーノートは1974年に公開されたイギリス映画。1200人の乗客を乗せた豪華客船、ブリタニック号が後天の北、大西洋の半ばを公開しているとき、選手でありロンドン在住のニコラス・ポーター専務にアイルランドなまりでインドの古代神、ジャガーノートを自称する人物から、ブリタニック号に7つのアマトール爆弾を仕掛けたという脅迫電話が入る。 ジャガーノートは、ブリタニック号の身の代金として、夜明けまでに50万ポンドを支払うことを要求する。事件を知った政府、イギリス軍、警察はテロに屈することなく、ファロン中佐率いるイギリス海軍の爆発物処理チームをブリタニック号に派遣した。その一方で、スコットランドヤードのジョン・マクロード・警視氏は、捜査班を率いて、 爆弾設計のプロ46人を容疑者として捜査を進める。荒れる海のため処理チームの一人が乗船に失敗し死亡する。処理チームは船内に仕掛けられた爆弾を発見し解体処理に着手するが爆弾はブービートラップの塊。ファロンが最も信頼する部下のチャーリーを含め3人が爆死してしまった。 爆弾正面の穴から見えた配線や回路はすべて、ブービートラップであり、本物の制御回路は側面に巧妙に隠されていた。解体作業中のファロンは、この爆弾と第二次大戦中に出会った巧妙な地雷の共通点を思い浮かべていた。その地雷を作った男はすでに死亡していたが、当時の上官バックランドだけは、その地雷を知っていた。同じ頃、マクロードも、 バックランドを犯人と断定し取り調べを行っていた。夜明けまであと2時間、ファロンの前には最後の赤のリード線と青のリード線が残された。ファロンはバックランドを対策本部のマイクの前に呼ぶことを要求。爆発まであと数分になった時、ファロンの説得に応じたバックランドは青のリード線を切ることを命じた。ファロンの持つハサミがリード線を立つ。赤だ。 赤を切れ。ファロンは残った部下に命じ、部下も従った。無事に、ブリタニック号は夜明けを迎え、目的地に向けて動き始めた。疲労困憊で座り込むファロンから、俺がチャンピオンと、鼻歌が流れ出る。日本語吹き替えは、ハッピーネットから2021年5月7日に、発売の吹き替えシネマ 2021HD リマスター版 BD に収録。 本映画のクライマックスでは、主人公が爆弾を処理する最終段階で、赤のリード線と青のリード線が残され、一方のリード線を切断すると無力化できるが、もう一方のリード線は切ると、ブービートラップで爆発するため、どちらか一方のみを切断する選択を迫られる。また本作では捕らえられた犯人による切断する方のリード線の証言も与えられ、 その証言が進化にせかという判断も加わる。パソコンゲーム、ノスタルジア1907制作者の四位光一は、本映画の名前を挙げて、赤か青のコードを切るクライマックスや、爆弾を解体中にシャレたセリフをつぶやくのを面白く感じたことを、インタビューで答えている。ありがとうございます。